演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ファミリーマートのサーターアンダーギーを食べたいと思います。サーターアンダーギーは以前通販で買ったものを食べたことありますが、それがコンビニでも買えるようになったんです。ほんとすごいですね。それはおー、見た目はやっぱり固めです。そうですね。おっと、中はあんこだけじゃなくてお餅も入ってますね。お餅が入ってるのはオリジナルなのかな。どんな風になるんだろう。ではいただきます。お餅が入ってるっていう独特さがいいですね。あんことの相性もバッチリですし、それに中身があって食べ応えがあると本当に美味しいです。外側の生地はサクサクしていて、噛んだ後にそのちょっとふわっとした生地が来て、その後にあんことお餅の食感が口の中でパッと広がっています。あんこは優しい甘さで、お餅との相性は本当に良かったです。まあ、あんことお餅って感じ。それを包むことによって溺れたりしづらくなっていて、とっても食べやすかったです。かなり独自色が強いサーターアンダギーでしたが、とっても美味しかったので、もっと他のお店も食べてみたくなるような、そんな味でしたね。もっと他の味、フレーバーも出してほしいです。本当に美味しかったので、こちらも点数とさせていただきます。それでは炎天は王になるかな、夏の日の暑さには勝てませんよね。本当に、まあ、本当わがままな王様ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。炎舞変炎。